なあ。そうそう。てか。うんうん。確かに。でも。よっしゃ。か。タンクから硫酸が漏れてるぞ。早く何とかしないと。大丈夫、チョコレートを使えば。ほらな、酸と糖が反応して。へえ。ナナ、助けてください、助けてください。地位も財産も戻らなくていい。ただこの思いを伝えることだけはどうか。
書くか。やられた。電源が切られたわ。これじゃ警報装置が働かない。電気がなくても警報装置は作れるさ。ほら、ここに空き缶と丈夫な糸がある。うんうん。なんだよ。恐れちまうぜ。あいつら遅すぎだろ。着付けに時間がかかってるんだろう。お前らは普通の服だな。浴衣とか持ってねえし。つかお前ハマりすぎだろ。よく言われる。そういやさ、試験どうせ龍二は赤点だろう。うっせえな。まだ決まってねえよ。花火大会？そうだ。うちらもなんだけど、一緒にどう？これ、逆なん？いいじゃん、行こうよ。もしかしてモデル？浴衣すっごい似合ってるよね。松野しんどいしさ、お姉さんたちと行くのってあり？後で一緒に謝ってやるから。いい加減にしないか。せっかくの浴衣が泣いてるぞ。大和なでしこの自覚を持った方がいい。もったいねえ。じゃあ、あんただけで行きなよ。リュウジはああいう女の人が好みなんだね。いや、ああまあ、あけど。にしてもさ、ユウスケってイケメンなのに、ほんと発言で損してるよね。まあでも、自分を通してる分、好感は持てるよね、誰かさんよりは。リュウジは赤点確定だってよ。へえ。まだ、てめえ！てか、早く行かないと混むって。そうだな。つか、アンもマコトも浴衣やっべ。なでしこだろ、二人とも。あ、始まってるよ。見えた。
ちょっと大変そうね。あんたがタオルくらい買ってきなさいよ。ねえ、急激な天候悪化により付近に大雨洪水警報が発令されました。大会期間により誠に残念ながら本日の花の大会は中止とさせていただきます。とりあえず雨宿りとか思ったけど混んでんな。考えることはみんな同じだね。どうしたの？ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車に乗ってた？車でお迎えかよ。モナ、出番だ。今こそ車に。現実じゃ無理だ。足痛い。寒いし中止だし最悪。あんだけ世間騒がせたのにこんなかよ。冴えねえな。影のヒーローって地味じゃね。こういうのがかっこいいっつーの。俺は正直満足できねえ。打ち上げ花火みてえにドーンとでっけえ世直ししたいぜ。つっても金城以上の